今回のプレイヤーズインタビューは今シーズンから副キャプテンとしてチームをプレーで引っ張る倉田修選手に話を伺いました。今シーズン、こう僕の印象で言うと、まあ、昨シーズン以上にこう、ね、倉田選手すごく90分間走り回ってるなっていう印象を受けるんですけど、まあ、練習、まあ、量はそんな多くないですけど、うん、濃いっていうか一個一個しっかりみんなもできてるっていうか、うん、なんでそう自然と走れるようになってるんじゃないですか。無理できるっていうか、うん、なんかいつまで出せへんとこで、うん、なんか体が走れたり、うん、まあ、今年になってからできるようになってきました。じゃあそういう意味ではちょっとこの厳しい練習というか、それやってるから走れてるって思ってるんで、うん、だからなんかできるっていうか、それやっとけば試合で走れるっていうのがあるんで、うん、まあ、嫌な全然嫌じゃなくできるって感じします。倉田選手自身は今もう自分自身をこのフォワードの選手だという感じでプレーしてるんですか。いや、そのあたりってちょっと聞きたくてね。まあもちろんガンバにね上がってきた当時っていうのはもっと低い位置で、でしたもんね。はい、どうなんですかね。まあけど自分にしかないプレーしたいと思ってるんで、うん、うん、まあフォワードとは別にフォワードとかミッドフィルダーとかは、うん、まあ、どっちも別に思ってないですね。長谷川監督からはより点を取れよっていうような、なんかこうシーズン前に葉っぱをかけられたりだとかっていうのあったんですか。そうですね、今3試合に1点取れ、うん、って言われてるんで、うん、まあ、今も全然達してないし、うん、まあ、自分目標してシーズン20点取るなんか20点目標にしてて、まあ、それやったらもうさらに全然足りないんで、うん、まあ、だからもっと取りたいんですけどね、うん、いつ頃からこの、まあ、J リーグでプレーするようになって、うん、得点っていう意欲っていうの、移籍して J2 の千葉行って、うん、なんか前目で使われて得点求められるようになってから、うん、ちょっと羽織りましたけどね。なんか悪いかかったら多分前で多分プレーしなかったと思うし、うん、だからほんまにいいって今は良かったなと思って、うん、そうやって他のチームを経験したことっていうのはやっぱり大きかった。いや、もう全然周りも、あ、まあ、何か選手は知ってましたけど、うん、環境とか工事とかも全然知らんところで、うん、やっぱ誰も助けてくれへんっていうか、うん、もう自分のプレーで認めさせるしかなかったんで、うん、まあ、そういう意味でなんか自分が強くなったっていうか、うん、なんかちょっとだけ大人になった感じがしますけどね。あ、うん、ちなみに今倉田選手いくつですか。今24です。24、この24っていう年齢は自分の中ではまだ若手っていう感じ、それとも中堅っていう感じなの。いや、もう中堅でしょ、うん、もう若くないし、まあ、後半もいっぱいできて、うん、下の選手も出てきたし、はい、っていうところでは岡崎選手のような、うん、若い選手、内田選手のような選手、うん、そして西野選手、多分若いですからね、はい、今ガンバ大阪のこのチームっていうのはもうベテランから若手まで、うん、誰がチャンスが巡ってくるか。ベンチも、うん、あの練習試合良かったりしたら、うん、監督ポンって入れて、あの試合でも最後に出したり、うん、まあ、全員しっかり見てくれてるんで、うん、だからみんなほんまにやる気があるっていうか、うん、いい意味でこう競争が、いい意味で競争ができてるんで、うんうん、充実してますよ。あ、はい、以前あの話した時にはあんまり海外には興味ないみたいなね。あ、言ってました、うん、どうなの、実際に少し海外っていうものも、うん、まあけど代表がやっぱ目標なんで、代表、うん、けど今なんか海外行かない入れへん感じあるじゃないですか。そうだね、まあ確かに海外に所属してる選手がね、やっぱ海外行ったら目立つんかなと思ったりけど一番はなんか一緒にやって、うん、セルスでやってたやつらが、うん、乾とかキヨとか、うん、もう向こう行って活躍してるんで、うん、だから負けたくないっていうのがあるんで、うん、じゃあ今日本代表に入っているそういう若い選手たちと自分とこう、まあ、見比べるというか、まあ、実際にプレーした経験のある選手も多いと思うんで、うん、そう比べた時には俺も行けんでっていうのはあるんだ。それは自分には自信持ってるんで、うん、それはあります。あ、はい、ただそのね、J リーグから全く選ばれてないかっていうとそうではなくて、実際にしっかりコンちゃんとかやってたのもしっかりプレーしてるから多分、うん、結果っていうかもうそういう表現できてるから呼ばれてると思うんで、うん、だからそういうけど前はやっぱ数字でじゃないとやっぱ J2 とかやったら特になんか見てもらえないと思うんで、うん、数字にこだわってるです。またあの宇佐美選手が帰ってきますけど、うん、宇佐美選手とはプレー自体はどんな…1年やりましたよ、うん、俺が
最後かな、うん、千葉行く前に。その時の印象ぐらい、じゃあ実際に。そうですね、そんぐらいしか今わかんないですね、うん、その時どうだったの、どえらいの来たな、えらい若いやつ来たなっていう感じだったの。そうですね、まあけど度胸もあるし、うん、自信十分持ってきてるんで、うんうん、それではプロ向きのやつが来たなっていう。そうですね、うん、今度はまあ海外を経験して、はい、また頑張大阪で。どうなってんすかね、もっと生気になってないし一緒にこうピッチでプレーしてみるっていう部分では、まあ、アイデアも豊富だし技術も高いし、うん、めっちゃ面白そうですけどね、うん、まあ、あの時はボランチと前でやってたんで、うん、まあ、そんなに、まあ、俺からパスぐらいやったんで、うん、今度は多分一緒に崩していけると思うんで、うん、楽しみですね。あ、はい、でそういう意味ではなんかこうイメージがしやすい。そうですね、まあ、ユース上がりやし、うん、攻撃も好きです、そうな、好きそうっていうか好きなんで、うん、うん、合いそうですけどね。この頑張らしいこう崩しが、そうですね、もっと出せるかなと思って、うん、はい。